んにちは、平山茂です。今日は8月3日火曜日でございます。現在時刻は9時39分でございますね。おはようございます。さあ、ちょっと今日は雨です。まあ、起きたら雨が降ってたというような状況で、ちょっと全然降ると思ってなかったんですけれども、ちょっとね、出勤前に、撮影しております。今日から新しいカメラで撮影しております。これはですね、 iPhone12 Pro Max 昨日買ってきました。はい。で、まあ、今日はまあ、多分時間はあると思いますので、いろいろ撮影していきたいなと思います。この後ね、ちょっといろいろ撮っていきますので、この後もお楽しみください。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。大丈夫、あなたは大丈夫。いつもだったらシャツがね、多分白飛びするんですよ。真っ白でピカってね。ないですね。さらに後ろも映ってる。ここはスモークガラスじゃないので、いつもだったらもう真っ白になってるんですけどね。あ、曇りだからか。そっか、曇りか。すごいですね。なるほど。さあ、いつもの公園にやってまいりました。わあ、今完全に直射日光を浴びております。でもやっぱり綺麗ですね。川ですね。ちょっと逆光でも、逆光というか太陽の方に向かってカメラ向けてるんですけど、綺麗ですね。太陽も綺麗に映って、よし、もうちょっと限界ですね。活動限界です。綺麗だ、全然違うと言っても、やっとみんなに追いついたという感じでございますのでね、見てる方は何の感動もないと思いますが、もう私にとってはもう感動でございます。これはまさに、現在時刻は7時3分ですね。夜の7時3分です。さあ、名古屋港ですね。ヒュで、今日はですね、このような形でちょっと、カメラが新しくなったということで、ちょっとね、テスト的な感じでいろいろ撮りました。まあ、大して撮ってないですけど、いかがだったでしょうか。綺麗な観覧車、綺麗でしたね。多分綺麗に撮れてるはずなんで、多分ですけど、いいですね、新しいカメラ。本当に嬉しいです。iPhone7 から12なので、8、10、11、12とね、1、2、3、4、4ランクアップということで、iPhone12 になりました。まあ、今更です。本当に今更です。引き続きですね、この携帯、カメラを使って、これからも動画を作ってアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは、また明日、平山茂でした。おやすみなさい。